キングスマン、ゴールデンサークルは2017年制作のイギリスアメリカ合衆国のアクション映画、キングスマンの続編。廃棄を行った20世紀フォックスが本作上映から約2年後に20世紀スタジオに社名変更となったため、本作がキングスマンシリーズ最後の旧社名による廃棄となった。前作から1年後、情報機関、キングスマンの一員となった。 エグジーはかつてのキングスマン候補生チャーリーに襲われる。チャーリーを撃退し彼の仲間を倒したエグジーは警察から逃れ恋人ティルデ王女と共に友人ブランドンの誕生日パーティーに参加する。翌日キングスマン本部の会議に出席したエグジーはチャーリーがバレンタインの事件で右腕と生態を失ったものの生き延びて犯罪組織に身を置いていることを聞かされる。 チャーリーが身を置いている世界最大の麻薬密売組織ゴールデンサークルの女ボスポピーは自身の野望を実現するために邪魔な存在であるキングスマンの一層を計画しエグジーの車に残したチャーリーの義手を遠隔操作してキングスマンの情報を盗み出すエグジーがフィルデの両親であるスウェーデン国王夫妻と会食している最中にキングスマン本部や長報員の自宅が ゴールデンサークルのミサイル攻撃を受け、メンバーのロキシー、エグジーの自宅で彼の愛犬、JBE の世話をしていた、ブレンドンらが殺されてしまう。キングスマンが壊滅したことを知った、エグジーはただの事務員だと思われたために攻撃対象から外れていたマーリンと共に緊急指令、最後の審判の日を実行しようとするが、指令の入っているはずの金庫には、 ステーツマンという銘柄の酒瓶しか入っていなかった。二人は酒を飲んで死んだ仲間を忍ぶ。そこで、ステーツマンのラベル裏のケンタッキーさんの計がキングスマンのシンボルマークで書かれていることに気づき、何かつながりがあるのではと考え、アメリカケンタッキー州に向かう。エグジーとマーリンは、ステーツマンの醸造所を探索する。そこは、情報組織、ステーツマンの本部であった。 二人の行動を怪しんだ敵イーラは二人を拘束し、尋問する。彼は二人の口を割らせるため、生きていたハリーを射殺するとドすも、ジンジャーの調査によって二人が、キングスマンの諜報員であることが判明し、解放される。二人は、ハリーと再会して、無事を喜ぶが、彼は治療を受けた、後遺症で、記憶喪失に陥っていた。二人は、ステーツマンの、 リーダーシャンパンに会い、ステーツマンがキングスマンと同じルーツを持つ情報機関だと聞かされる。シャンパンは協力を約束し、エグジーはチャーリーの元カノクララと接触するため、ステーツマンのウィスキーと共に彼女がいるフェス会場に向かう。エグジーはクララと接触し、発信機を体内に埋め込むため彼女を抱こうとするが、事前にティルデに許可をもらおうとしたことが理由で彼女と、 喧嘩してしまう。エグジーはクララの体内に発信器を埋め込むと彼女を抱かずに立ち去るが怒ったティルデと音信不通になってしまう。マーリンはステーツマンの事務員ジンジャーと共にハリーの治療に当たるがショック療法は功を奏さない。ハリーは臨死学者として暮らすといい故郷に帰ろうとする。NG は記憶を呼び起こすためハリーの愛犬と同種の犬を渡して 彼の記憶を呼び起こす。現役に復帰したハリーを二人は歓迎するが、同じ頃ポッピーはテレビ放送を通してアメリカ大統領に麻薬を合法化するように要求し、拒否すれば麻薬に仕込んでいた毒物で数億人の人間が死ぬことになると脅迫する。放送を聞いた麻薬の吸引者たちはパニックを起こすが、大統領は要求を受け入れるふりをしてゴールデンサークルと 麻薬中毒者たちを一掃し、麻薬戦争を終結させようと考える。盗聴期で大統領の意図を知った、エグジーは、ハリー、ウィスキーと共に下毒剤があるイタリアのゴールデンサークル、研究施設に向かう。研究施設に乗り込んだ、エグジーとウィスキーは下毒剤を入手するが、毒物に感染したクララを助けるため来ていたチャーリーと遭遇し、彼に追われる。二人は、集合地点で、 ハリーと合流するが、ウィスキーの不注意で下毒剤を床に落としてしまう。ウィスキーは追ってと戦うが、ハリーは彼が内通者だと疑い、彼に発砲。チャーリーは証拠を隠滅するため、クラランが残っている研究施設を爆破して逃走し、エグジーはウィスキーをステーツマン本部に運び治療を依頼、ハリーが正常ではなくなったと訴える。その時、 ィルデから電話がかかりエグジーは席を外すが、彼女が毒物に感染していることを知り、ハリー・マーリンと共にカンボジア奥地にあるポピーの本拠地に向かう。3人はポピーのアジとポピーランドに乗り込もうとするが、エグジーが地雷を踏んでしまう。マーリンはエグジーを救うために身代わりとなりポピーの警護隊を巻き込んで枠し、2人はポピーランドに乗り込み、 ゲドクのアクセスコードを奪おうとする。ハリーはポピーのロボット犬に襲われ、殺されそうになるが、彼女に拉致されていたエルトン・ジョンに助けられ、彼と協力してロボット犬を破壊する。一方、エグジーはチャーリーと一気打ちとなり、ロキシーたちのあだを撃つ。二人はポピーに毒物を打ち込んで、アクセスコードを聞き出し、死亡させる。二人は、 アクセスコードを入力して下毒剤を人々に配布しようとするが、そこに治療を終えたウイスキーが現れ、配布を阻止しようとする。彼は恋人が麻薬中毒者に殺された過去を語り、麻薬を世界から一掃するために中毒者たちを見殺しにしようとする自身の計画を語るが、それに反発したエグジーとハリーに阻まれ殺される。ティルゲたちは下毒剤で命を救われ、 大統領は、フォックス主席補佐官によって告発され失脚する。事件の解決後、キングスマンは、ステーツマンの資金援助を受けて、再建を目指すことになり、長方入りを希望していたジンジャーは、ウィスキーの公認になる。帰国した、エグジーは、ティルデと結婚し、スーツに身を包んだテキーラが再建された、キングスマンの店を訪れて、物語は終わる。 カッコ内は日本語吹き替えサンディエゴコミコンでの会見、キングスマンの公開前の段階で、マーグ・ミラーとマシュー・ボーンは、工業収入次第で続編の制作の可能性があることを示しており、ボーンは制作に関心を抱いていた。また、ボーンは、コリンファースは続編には出演しないという報道に対し、彼を出演させることを希望していた。 2015年4月29日、20世紀フォックスは、続編の制作を発表したが、ボーンは、フラッシュゴードンのリメイク映画に関心があるため、監督として続投するかは未定の状態だった。6月11日、ボーンは、脚本の執筆に入ったこと、続編の監督を務めることを公表した。9月には、ボーンがストーリーを破綻させることなくファースを、 登場させることを考えていることをミラーが発言している。同月下旬、ハリウッドリポーターは、タロン・エガートンが2016年2月に撮影が始まるロビンフとの映画への出演契約を結び、本作との撮影スケジュールが重なっていることを報じた。この問題については、10月中旬に両スタジオ間でスケジュールの調整がつき、エガートンは2016年4月から、 本作の撮影に参加し、終了次第、ロビンフットの撮影に参加することになった。2016年2月17日、ジュリアン・ムーアが悪役として出演を打診されていることが報じられた。3月10日には、ハルベリーが CIA エージェント役として出演契約を結んだことが報じられた。その後、ベリーの役柄は CIA ではなく、アメリカのスパイ組織、 ステーツマンのエージェントであることが判明し、3月下旬には、ボーンによってムーアとベリーの出演と、タイトルが、キングスマン、ザ・ゴールデン・サークルであることが発表された。4月8日には、ペドロ・パスカルが出演することが発表された。同日、ハリー・ハートのメガネが描かれた、プロモーションポスターが公開され、7月11日に、ファースの出演が正式に発表された。 4月13日、チャニング・テータムが自身のツイッターで出演することを公表し、バラエティはエルトン・ジョンが重要な役として出演交渉中であると報じた。同月下旬に、ボーンはキングスマンの続編を書くことは、私がこれまでやってきた仕事の中で最も難しいものです。述べている。5月28日に、ジェフ・ブリッジスが出演することが報じられ、 ビニー・ジョーンズも自身のツイッターで出演することを公表した。2016年5月15日、バーミンガムで主要撮影が開始され、リーブスデン・スタジオで撮影が行われた。9月13日に撮影が終了したことが発表された。当初、公開は2017年6月16日の予定だったが、イギリス公開が9月29日、アメリカが10月6日に変更され、 後に、同時公開することで調整が進められた。最終的な公開日は9月22日に決定し、IMAX 上映されることになった。北米では4003スクリーンで、レゴニンジャゴーザムービー、フレンドリクエストと同時公開となり、週末の興行収入は4000万から4500万ドルになると予想された。しかし、 公開3日間の興行収入は3900万ドルを記録し、当初の予想を下回った。ロッテントマトズには239件のレビューが寄せられ、支持率51%、平均評価5.3、0となっており、キングスマン、ゴールデンサークルは、前作以上の楽しさを提供するが、オリジナルの猛烈で独創的なきらめきが不足している、と批評されている。 メタクレッティックでは43件の批評に基づき44、100のスコアを与え、シンネマスコーでは B 評価となっている。アプロクスのエミー・ニコルソンは映画は十分なだけ演熟した。騒動は強化され、作風は練り上げられたと批評した。ローリングストーンのピーター・トラバースは2.5、4の星を与え、スタントは重力法則を無視していますが、それは楽しいものです。 特に、スキリフトの戦いは見落とさないでください。映画は、必然的に脱線し、狂った、軽薄な内容は、笑いであなたを消耗させますと批評した。ザ・アトランティックのクリストファー・オーラは、この映画は全て過剰だ。長すぎであり、暴力過剰であり、くだらなすぎる。それでも、キングスマン第一作を楽しんだ人にとっては、十分に満足できる、以上の第二作となっている。 別の言い方をすれば、一作目は風刺として、今作は、滑稽などタバタ劇としてと批評している。シカゴトリビューンのマイケル・フィリップスは1.5、4の星を与え、キングスマン、ゴールデンサークルはすべてを提供してくれる。複数の退屈なオスカー俳優に、電動弾き肉機による死が、目玉の2シーン、エルトン・ジョンのクローズアップの変顔シーンまでも。ただし、 良質な時間を除くと批評した。r o g e r e b e r t c o m のグレン・ケニーは星を与えず、アクションは凝縮されているのに、それでも6時間近く感じると批評した。ボーンとゴールドマンは、シリーズ第3作制作を計画しており、ボーンは悪役にドーェイン・ジョンソンを起用したいと述べている。また、ステーツマンを主役にした。 スピンオフ作品の制作も視野に入れており、テータムが演じたテキーラを主人公にした作品を企画している。ありがとうございます。